はい、どうも、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ミニミギミミです。そしたらフライの試練続きをやっていきたいかなと思います。前回ですね、なんとか、ガマラの逆襲というところをクリアしたという状況になっています。お、現在の塔、ちょうどいいじゃないですか。現在の塔の4階ね。それで、前回の時にいろいろとロストしたという状況があるので、これをと引き出してと。引き出すと。今回ですね、アイテム、の回収とかも含めてですね、ちょっといろいろとやっていきたいなと思います。回復と道具感知欲しいな。力と道具感知でいくか。ここら辺。で、お金も引き出して、あ、こんぐらいでいいや。で、武器の方を、成長させたい武器を、持っていくというようなことにしましょう。で、よいしょ、ここだっけな。違う、これだっけ。あれ？どこだ？これ？あ、これこれこれ。ん？これ。これの中の、これを取り出しましょう。あれ？どれだ？武器って書いてあるところはこれかな？違う。あれ？どっかに、あ、あった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 。以前にダメになっちゃった。水切り。これで行こうかなと思います。で、かな、7イン入って、7イン中6イン入っています。水切りの騎士については。で、かな、サビよけ、金縛り、睡眠、冬特攻、ドリン特攻、ドラゴン特攻と。で、こっちについては1インだけということになっています。これ何段階目だっけ？ 5 段階目か。なんで、適当に合成用の門を持っていこうかなと。ドラゴン特攻はどっかにあったな。クスキン持ってくか。ほい。リジャスト。で、錠前と見切り。見切りちょっともったいないな。錠前も今回必要なし。トカゲ盾は1個成長させたいなぁ。10ギャドン。マックスキンは入れていいよね。結構なくなっちゃったからなぁ。チピキ極端、ドレイン。あ、これだ、これだ。ドラゴン層。取り出すと。こんなもんかなぁ。で、幸せにしようかな。で、これで1階の方からちまちまと、登っていって、現在の塔というところで、キャットストーンを手に入れると。で、キャットストーン手に入れたら、犬に、お、なんか落ちてる。金食いの、取ってくか。売るかもしんねえし。金食い装備か。金食い装備あんまり、いいイメージがないんだよな。あれ？武器持ってるの？危ない危ない危ない。ちょっと待った待った待った。そう、水切りをさ、この間、変化に入れちゃったでしょ？以前に。よいしょっと。それがあってからね、これは成長させてあげなきゃあかんと。やっぱり強く思ったんで、あ、脱出取ってないや。引き出す。脱出の巻物、どこだっけ？これか。引き出す。こんなもんかな。あとなんか面白そうなもん。高飛び目薬。見切りはダメか。目薬。冬。一つ目特攻ってついたっけ？一つ目特攻ついてないな。目薬は出たら回収しましょうか。睡眠、冬。
トレイン、ドラゴン特攻。うん。よいしょっと。じゃあ、ゆっくり。あ、ポイントカードも、ついでに取ってこいましょう。よいしょ。このね、福寄せの壺、そうそう、調べたんだけど、持ってると、持ってる道具に、祝福印がつくっていうイメージなのかな？見てると。っていう感じなんで、あんまり使いづらそうかなというのがちょっとあるので、もしかしたら最終的に売っちゃうかもしれませんね。で、せっかくなんでちょっと残しとこうとかっていうイメージがあるんだけど。あ、いきなり引き立てだ。ここにやろう。まあ。投資どうするかな。以前にね、ちょっと調べたら、以前はね、思考の、なんだっけ、思考のなんちゃらってところで取ってるっぽいんですよね。あ、危ねえ危ねえ。戻ると。思考への挑戦だったかな。うん。とにかく逃げまくるっていうやつのステージで取ってるっぽいんですよ。で、その後ちょろっと見たんですけど、99回層になってるので、持ち帰れそうにないなーっていうのがイメージがあるの。よいしょっと。お、なんだ、薬草を。鉄盾。鉄盾を売りましょうか。なんだこれ、座んの。いや、右から行くのが正解だね、ほんとは。ほっ。なんか盾多いな。そう、これね、多分レベルが高ければ祈りの洞窟の方がレベル上げとかっていいんだろうなーっていうイメージがあるな。現在の塔の4階だっけ。昼の盾どうしようかな。何かに合成させちゃうという手も一つだよね。はい、保存。助かります。おにぎりとドラゴンソーぐらい入れとこうか。痛いなぁ。なんか3人も一気に来るなぁ。めっちゃ見たら倒せない。お、目薬草が手に入りましたね。一つ目特攻です。オッケー。まあ合成はおまけだけど、お、なんだ、力。嬉しいけど力じゃないよね。今回欲しかったの硬い線と。下なんかあるかな。なんもなし。残念。欲しいのはね、混乱余計、毒余計、呪い余計の3種類。ツボ、ただツボを入れてきましょう。売るやつだね、基本的に。パワーアップ、うん、もう一個なんかある。お金。タオちゃんか。そうだよな、投資とかもないから誰がいるか分かんないんだよな。お、間違えた。痛いな。こりゃ保存識別。識別もいらないな、今は。保存じゃなくて、ただツボの中に入れちゃおう。
そー、水切りよな、悔しかったな。あら、鍛冶屋、あの睡眠金縛り、薬草も飲んじゃおうか。いつもやったら、普通だったらやるんだけどな。水切りどうしようかな。やってもらおうか。今度こそなくさないぞ。はい、ありがとう。お、目薬。はい、癒しそう。飲んじゃいましょう。もらうもんもらいたかったな。ちょっと失敗した。成長飲んじゃおう。あら、まあ、はい、保存の中に入れるか。そろそろ昼立て力とポイントか。ダメだ。天目語り適当に入れとこう。勘でも入れとこう。4回。よいしょ、金庫、トカゲ盾。なんか普通にいいのが出てきたな。せっかく手に入ったから、まあチャンスあればこれも混ぜちゃいましょう。で、現在の塔、ここだね。4階。起きたかよー。ダメ。そろそろ道具館地の方に。間違った。こっち。この下にも1個あって、なんだ、おい、トルコ石。こんな時のための鑑定士。円筒、クソ、いらない。ここにやろう。近場の矢沢先生、なんで俺こいつ踏まない。ツボ、ツボがある。ツボ、ツボなんだ。笑いのツボ。円筒と交換。あと、あのアイテム探していきましょう。あれ、脱出持ってきたっけ。あるね。痛いな。あれ、第1階層ってマゼロにいたんだっけ。食べる。痛い。くそ。ダメかあれ。現在のとってマゼルン君いるとこのフロアじゃなかったかな。いた。
そうないかなラビちゃん。こいつは良くないんだよな。これは結構きついな。ほら、ほら、なんでやねん。やられたー。あれマズルン君いる人はじゃなかったかな。まあ出なかった出なかったで行きましょうか。痛いな、随分だ減っちゃったぞ。お前はやっつけとかな、やばい。そろそろかな。全然出てくる気配ないね。これ毒草でしょ確か。あ、切った切った切った。じゃあね。目薬をとりあえずやろうか。と、これを。ほい。入ったね、一つ目特攻。ドラゴン草持ってきてたけど、トカゲタテが手に入ったんで、こっちはトカゲタテで対応すると。出てこないなあ、なんか出た。はい。何やろう。やめましょう。さあ、おとなしく次のところのフロアに行きます。
るし、なんだ、いるじゃないか。で、これを後でこっちの中に放り込めば OK でしょ。いや、余計なことしたらあかん。こういう時はダメなんだ。さてさてさて、お、これは店じゃねえか。店があるフラグだぞ。ん？高級店。くっそ、いた。S 字マップだしな、しかも。どうしようかな。いや、ちょっと探してく。今回腕輪が欲しいんだから。それっぽいやつはできるだけ。矢沢さん？ん？これ F 字マップか。さあ、いつぞやの変化だよ。覚えてるよ、俺は。面白いもん出てこないかな。高級店って出るんだな。マゼルンが出たな。入れたいな。ダジャレを言い過ぎ、ドイツ人はドイツだ。ドイツ、あんたは倒す。あ、なんか上にいんのかい。しかも、あ、倒しちゃった。ここにやろう。もう力ないよ。マゼルン君もあって組みましょうか。でもいつの間にか4段階になってますね。もう力もこれ以上下がりようないから、ある意味気が楽かな。あ、来た。ほい。これを1個だろ。これを投げて、おい。んで、これを投げると。ドン。炎現象、所持金守りがつきました。よし。いいですね。あと、つけれそうなもんあったっけな。昼盾つけれるけど。どうするっていうとこだな。天命具読んじゃおうか。
ドラゴン草はだって今の意味なくなったから、あ、そうか、普通のも食べればあれか、ゆうたて来たら混ぜようか。来る気配ないな。これどっかで溜まってるとか寝てるとかだな。多分。お、スーパーギャザーさん。食べ物。はい。食べる。タラツボのやつは、あ、くすんだ金の盾。くすんだ金の盾。金盾、そうか、言えといてもええな。昼盾金盾言えろか。来たら昼盾金盾言えましょうか。ちょっと探しに行ってみましょう。見ましょう。いない。よくもよくも。お、いない。危ない。思いっきり頑張ってるな。お、どうだ、いないんじゃないかい。しかも防いでたからだな、ここでやろう。それ出てこれないでしょ。溜まってるなぁ。お、いいね、6段階目まで上がりましたよ。お、来た来た来た。これを投げて、昼立て、昼立て。問題はやられないからな。26。4。よし。じゃあ、あと1個だな。どれだっけ？これか。おい。これが欲しい。これなんだ、鉄。鉄もいっか。ほい。微妙。よし、あと1個。来たら。次行きましょう。もう入れるもんもないしね。そういう時に限ってなかなか来ないんだろうけど。さーて、さてさて、全然来る気配がないな。また探しに行くか。よいしょ、ギャザー先生。よっと。なんで今の動いたし。またあそこで塞いでる。行
君困るんだよ、そこで塞ぐとモンスターが来ないじゃないですか。お、よし、前回なくなったところのとこまで来たぞ。5段階目ですね。ちょっと嬉しいね、やっぱり以前より強くして戻ってきてるから。ほい、いない、意外といないんだ。お腹すいた、食べ物あったっけ。あれ、食べ物ないか。あー、変幻の中に入ってるのやつだっけ。ほい、ほほほ。おにぎり、おにぎり、あれ今取ったの、おにぎりあったよね。あれ、どこだ。あ、これか。ほい、保存の中に放り込んでいきましょう。これぞこれ。まあ、入れときいておきましょうか。あと1体が出ないな、本当に。もうそろそろ風吹くんじゃないかな。また寝てるかもしんない。マゼルン君探しに行く。あ、危ね。出る気配がないね。あー、風吹いちゃったから行くか。でも強くなってきましたね。獣王の盾、杖と、海蛇の剣、6。はい、いらない。あともう一個どこだ、下か、あそこの。草か、しかも高飛び。冬特攻は入ってたっけ。冬特攻入ってるね。結構なんだかんだ言って言えてあるな。金縛り睡眠があるか。あと混乱が欲しいとこか。飲んじゃおうか。どこ行ったな。小次郎太先生、ちょっとニョキッと出てきてびっくりしたよ。あ、監禁の盾壺に入ればいいのか。ほい、ほい、よし、目標の場所まで来ました。さあ探すぞ。どこだろうな。気配察知がないからね、今回は痛い。ほら、ほら、目薬草飲んじゃうわ。あー、徹夜か。いたいた。え、違う、行商人か、あんた。何を持ってるかな。10いいね。道具感知いらない。脱出ただつぼいらないな。売る。保存中の感電デブ石。あとは円筒いらないわ。で、笑いの壺もいらない。窓もいらないな。真空、あー、一応持っとくか。真空切りは。うわあ、違いがわからん。あ、色がついてる。
色が違うんだね。幻のキャットストーン、特別にお安く譲って信じよう。お願いします。オレンジキャットあったかな。んーで、と、鉄の矢、鉄矢、確か金属特攻は入ってなかった気がするので、よし、これであれですね、おい、パリン、よし、あとアイテムを回収、回収してだな。あそこ、お、なんかある、おい、ツルハシ、成長、うん、えい、ひどいな、出会い頭にこんなんやるなんて。お、成、うん、あ、違う違う、あれ、ここじゃなかった、どこだ、向こうでいいのか、痛いな、あれ、にゃ、どこだ、お、ここでもない、まあ、やっつけるけど、あったあった、誰だ、手当たり次第殴りそう。危ない危ない、ちょっと待った、こっちから先盾飛ばされるわ、ここにやろう、保存の中に結構入れるんだな今。クスキンと脱出と明かりぐらいでも入れとこうか。変化、まあちょっと変化はあとね。あ、成長状態終わっちゃった。あー、余計なもんがいるな、倒せるかな、なんか攻撃力がやばいことになってんな。稼いでく？お、食べ物どれくらいあったっけ？あんまないよね、確か。普通桃が1個か。痛いなぁ。痛いなぁ。あれ、どこだ？本当に。あれ？え、通常の。どこだ？左下？右下？いるっけ？ないよな。こっちか。ん？あ、あった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 。なんで敵の逃げんだ？ああ。いや。よしよし、天使くんいるぞ。
これはチャンスかもしれん。一発で倒せなくなったな。来たぞー。さあなんだ。ほっ、この乱余計ゲット。成長状態にはなってるな。窓いらないんだよな。吹き飛ばし欲しいわな。あれなんだ、お金一体な。誰かいる。お、えい、えい。しかもなんかあるし。え、階段どこ待つ。ちょっと待ってな。どうせ売るやつ。明かり読んどこうかな。階段どこだ。下か。あ、ここら辺はいらないわ。お腹減った？グー？うい、ただつぼ。笑い。5000か。多分違うけど。幸せそう。幸せそうもね、確か、これ買いましょう、普通に。聖域。聖域売ってんだ。ほん。使い捨て。幸せそうだけ欲しいな。うん。今あるのは、ああ、そっか、力もいらないわ。いや、念のため2個持っといた方がいいかい。ドラゴンさ、獣はいらないな。これはいらない。これもいらない。一旦これで脱出かな。まあ買おうか、おとなしく。いや、使ってんのちょっともったいなかったかな。誰だ。あ、メッキー。じゃあ堀之助。鶴橋持ってるけどダメ。混乱余計が手に入ったのはでかいかな。一回行きましょう。あとは呪い余計と毒余計だね。全然アイテムね。あ、じゃない、アイテムこっちにしてないからか。いった。なんだ、草か、いらない。
欲しいな、腕は。変化ワンチャンセッ。さあ前回のなんかでどっかで見たことがあるやつだな。おおよし、気をつけろ。ゲイ、今度は大丈夫。さあなんだ、微妙。さあどんどん頑張っていこう。なんだ、おにぎり、おにぎりでした、普通のおにぎり。大きいおにぎりも食べよう。まああとアイテムもないしね。ちょっと強くしてもらおうか。頑張れ頑張れ、マジックパワー。何があるか。あ、ギャドンの盾反撃、攻勢があるね。ふんふん、ちょっと待った。ギャドンと、追媒守りはないな。買うか。これとこれ。あれ？ああ。了解了解。はい、合成と思ってなかったか。あー、買えない。これで1、2、3。あー、マジかー。まあ買っちゃってもいいか、これで。うん、買っちゃってもいいかもな、一回。うおくー、盾がいっぱいあるぞ。トカゲ盾、お土産。鬼狼はいらない。場所が、石と交換しようか。おお、やった、しかも上がったぞ。あ、
はい、わかりました。なんだ、異拡張。腕輪が欲しいんですよ、腕輪が。腕輪が欲しいんですよ。魔法切り。あ、こっちの方が欲しい。インス入るもんね。よし。じゃあ次、なんか、いいアイテムあたりが手に入ったら、帰りましょうか。1、2、3、4、5、5個あるしね。今どこだ？ここだから、あんまりなんもないな。あ、間違えた。まあいいや。成長ってあったっけ？ないわな。追加の守りはないんで。だけどアイテムは向こうにしかないから、植物特攻もないね。木のや、うん、いらない。今回ドラゴンソーとかもいらなくなってるからな。あ、めんどくさそう。あ、なんもねえや、こっち。あー、ここクリアだったか。うーん、どうしようかな。せっかく成長状態が入ってるから。いた。ボー。いいや。しかないな。なんか消されたぞ。道具貫中、くー、高く売れる、高く売れるんだけど。あー、やばい。おにぎり系ないよね。やられたら嫌だから、ここだな、脱出。まずはいらないものを売りましょう。道具貫中は、保管用でとりあえずやっとくと。で、混乱もとりあえずいらないね。ここら辺は。とりあえず混乱まず。んで、こっちに、オレンジキャットを預けましょう。で、引き出して、
腕分け。混乱余計あるじゃん。あれ？混乱余計あるじゃん。取り出す。とりあえず腕輪を預けておいて。ちょっと待った。道具館長預けたいんだ。引き出す。腕分け。預ける。腕輪。で、ここら辺はもう合成しちゃいましょう。多分、オレンジあったかーくー。え？違う、オレンジない。ない。ちょっと待った。え？預けたっけ？全種類じゃない？これ。1、2、3、4、5、6、7。あー！よっしゃ！来た！ちょっと待った。いろいろとあるけど、とりあえずまず引き出して、ちゃんときっちりとやっておいてから。杖だな。とりあえず、杖の門が各種、飛びつき以外は、ひとまず入ってないね。ごちゃごちゃと入ってるのもあるけど。よし、合成を引き出しましょう。で、これ、適当に混ぜちゃいます。混ぜれるかな？混ぜれねえな。これとこれに対して、こう、ん？クスキン、ギャドン。入らないのか。まあいいや、適当に入れちゃうよ。これでいいや。いいや。で、こっちに向かって、合成を投げる。で、武器は置くと。で、これでだいぶ因数も強くなったし、魔法特攻が入ったね。んで、全部出たかな、これで。保存4から。よし。で、鉄矢とかは、異種合成系だな。もう一回行ってもいいかな。ここら辺だな。8が異種合成系だから、これに対してドラゴンソウもいらないと。で、脱出明かり。脱出と明かりがあるのか。払いも売っちゃっていいんじゃないかな、ここら辺、実は。
ポイント見ていきましょうか。何ポイントだったっけな、全然たまらないなと思ったんだもん、あれ。1万ポイント。今、180ポイント。厳しいね。どうしようかな。トカゲ盾は入ってるわな、これ確か。炎現象入ってるからいいわな。ついばみ、所持金、サビよけ、昼強化、ヒットミントプラス中。結構頑張ってる。お、これ空いてるな。トカゲ盾はとりあえず入れていいな。ここら辺どうしようかね。因数ゼロだしな。これがいいかと言われるとまた別なんだよな。お金食いチーズは。反撃入れてもいいし。鑑定、幸せ、力、睡眠、混乱。あと呪いよけか。売るか、ここら辺。あるかな、3つ。ここかな、縛りか。名前を杖の8、名前を杖の8にして、これ名前を元に戻して、で、空き4のところに、ここら辺入れて、これとこれ。んで、残った保存の3をとりあえず金食いのとこに置いておいて。そうだよな、フィーバーがあったよな、確かと思ったんだけど。フィーバーがあるから、フィーバーもちょっとやってみたいんだよな。フィーバーやるんだったらかまいたちをフィーバーさせてもいいし、普通に考えたら、なんだ、あ、でもそこ、かまいたちフィーバーできんのか。混乱の手斧も結構ね、きついもんがあるからな。かまいたち1個でしょ。ちゃう？サビよけって入ったっけ？これ入ってるな。両方入ってるか。混乱入ってたっけ？
混乱は入ってないんだ。しまったな。石合成用にと思ったけど、魔法失敗したかな、入れたの。混乱徹夜と反撃と。よし。で、脱出もあるね。じゃあもう一回、マゼルン合成を頑張ってみようかな。現在の倒産が、よし。じゃあもう一回行きましょう。あと、呪い師の腕輪が手に入ればバッチリだね。よし。混乱巻き。どう？命。なし。仲間虫。お、来た来た来た。さあ、いいのください。毒消し来た。いいですね、幸先がいいです。いらなくなったな。はい、錠前。錠前も欲しいな。なんだ、トウタヌキ。薬草。おっと、ギリソウ。いった、木の矢。やり過ごし成長刀。今いらないなぁ。どんどん進みます。成長飲んじゃおう。あと余計なもんがいるから飲む。あー、成長院の人だ。くー、どうしよう。あー、違う、じゃ鍛えてあげるか。鍛えてあげるはいいや。やろう。ここが最終な。あー、まとっちゃった。じいちゃん、どっちゃないか。いたいた。
なんだ、音切れそう。全然そっちの頭なかったな、そういや。保存。くすぎん城前。メッキあたり。そして、こい。幸せ。嬉しいけど。いた。じゃあ、あとは、呪いよけと、呪いよけってでも、あんま出てるイメージがないんだよな、ここのステージ。開いてんな。いいえ。お金かーい。ちゃうねん、お金じゃない。合成きたー。じゃあこいつにもお金やろうか。でも合成今。ああ、反撃盾。城前。ああ、微妙。で、昼立て。こう昼立てるの嬉しいけど、ちょっといいんかなって感じになるね。よし。じゃあ合成フロアに入ります。こっからは道具感知で一応、あ、店がある。ぽい。結構飛んだ。ああぶねえ。お前ら怖いことすんなよ。ちょっと待ってな。とりあえずここら辺は売るから。んで、あるぞあるぞ。お、違う。違う。出てんのか。やり直しそう、無敵そう。普通にいいの売ってんだけどさ。これなんだっけ？使い捨てダメですね。これ、来たー。腹持ち。なんか普通にいいの出てくんな。腹持ち。
城前反撃、あといくつあるんだ、3つだろ、全部入れちゃおうか、合成でも。取り出す、あとなんだっけ、錠前か、あと3つ、サビよけ、正直守り、追番守り、この現象入ってるし、昼強化も入ってるわな。これに対してここら辺を全部入れちゃえばいいんだ。ついでに昼盾も入れるか。いや、昼盾を売る。ほい。うん、いいんじゃないですか。そしたら結構あと言えるもんこれだけでしょ。6段階だからそんなに簡単に成長しないだろうし、ほつんほつんほつん、ここが階段だとしたら泥棒もちょっとしんどいな。睡眠よけ、あーちょっとめんどくさい。睡眠よけたたられちゃったか、やり直し無敵そう。目薬草、力、道具感知、やり過ごしもいっか。普通に先進んじゃいましょう。覚醒前直前もちょっと興味あるんだけど、あ、違う違う、混ぜるも待たないといけないんだ、ここ。よし、ここで行こう。どうかな、マゼルンくん来ないかな。間違えた。幸せ。あー、もうなんかめんどくさいな。入り口多いとめんどくさいのかな。いたし。さあどっちへ行こうかな。混乱かな。はい、はい、はい、でい、でい、行きましょう。
なんだよねん。右に3つ、あれが浮島のとこだな。こっちはどうかだな。ギタンが1個。武器？巻物か。どう？まあ行きましょうか。さてさて、ちょっとさすがにドッケシに変えよう。睡眠よけもやられちまったもんな。いた。よし、ブルーキャット。あー、これどうかな。やり過ごし。マゼルンくん来ちゃったか。満タンだね。他ないもんな。と、他のに特攻混ぜてもいいんだけど、普通に倒そう。あ、脱出持ってきてなかった可能性がある。あれ、脱出持ってきたっけ俺。あ、よかった、あったあった。完全に忘れたと思った。両方メッキ済みです。あ、さてさてさて、呪いよけ、おお願い。うい、睡眠よけ、悪くない悪くないんやけど、ちょっと悔しい。ほい、ふう、よしよしよし。睡眠よけお願い。保持、あー、いらない。ん、倒しきれなくなってきたな、だんだん。ほい、混乱が入った。ほい、なんだ、ツボか。ちょっとツボは気になるな。監禁。ツボがある。と、と、なんだ、おい、保存。睡眠よけと、あ、違う、墓地と銭湯。なんだ、墓地鶴橋。
さすがに投資は出てこないかな。安牌は右下。金しかない。なんか呪い除けあんま出てるイメージがないんだよな、ここのステージ。ツボ変化、どうしようかな。まあ適当に入れて変化とりあえず持ってこうか。危ないことするなぁ。やろ。まあいいわ、あれは。そうだ、ポイントスイッチあったの忘れたよ。沖島だろ？言いたい。やねえ。よし。で、大体家事をやってもらって。お、1時間半取ったな。いらないものを売ると、まず保持がいらないだろ。くそ、道具封印だよな。と監禁、やり過ごし、吹き飛ばしもいいや。おい、ここの中のここ全部いらない。しようかな。とりあえずこれはいらない。おにぎりメッキ、混乱もいいかな。どうしよう、道具封印されてるか、売っちゃっていいかもな。いや、癒しそういらないでしょ。しびれ刀、いいね。
しびれ刀買っちゃおう。で、まあ多分大丈夫でしょう。よし、じゃあこれであとは脱出をしようかな。ちょっと覚醒直前っていうんだけもったいないけどな。メッキなぁ、もうメッキ結構入って手に入れたんだよなぁ。下行ったら何があるかなぁ。お、ツボだ。合成。あ、来てよかった。これそのまま売ろう。痛いなぁ。痛いってばなぁ。合成が手に入ってきたから、あれかな、メイン武器をいくつか作っとこうかな、今度。魔法斬り、これは欲しい。ほっ。ああ、復活普通に欲しいぞ。
まあだいぶ強くなってるしね、そう簡単に死なないよ。あちょっ、ああ、あとはいくつお土産ができるかかな。松明いらない。なんでやねん。だからなんでやねん。適当なところで脱出しようと思ってたけど、全然脱出のあれが来ないな。タイミングが来ないな。はい、混乱巻き。下にあるんだよな。眠よけ、睡眠よけにして痛いな。おー、なんか見たことあるぞこのパターン。ボロいツラ走れよ。混乱巻きダメだな、今やるのはダメ。こっち、監禁、読んでもいいけど。人間のとこに入れたろか。いらねえ。やばいな、そろそろ夜になるな。単純にめんどくさいから夜嫌なんだよな。もう帰るか。脱出。でやらなきゃいけないものの一個が中身の確認だよな。とりあえず呪いになってるものはなさそうな、外は。んで、ここ。とりあえず封印を解きます。OK。で、次にいらないものを売ります。これこそ合成用だな。これ特殊合成用なんだよな。変幻ちょっと入れときたいのもあるので、やまびこを2つんで、腕は余ってるとこあったっけ。入る。
で、幸せと睡眠がダブったんで、この中に入れると。で、だいぶこれで、こっち行けたでしょ。腕輪は、と、ブルーキャット。んで、どうしようかな、これから。脱出の巻物を回収しようと思いますんで、ここで、いらないものを変に突っ込みます。よっと、これとオイル、あともう一個入れれるのな。罠消しいっか。ちょっとまた残りの罠消しだね。で、これで変化が4つ入ったから投げて、んで合成用のところを置くと、これか。んで、これもどうなんだろうな、この状況も。松明、おにぎり、封印はいらない。で、保存3はまあいらないかな。これは預けちゃって OK。すごいね。パープル5つ、インディコ1個、ブルー3つ、グリーン、イエロー、オレンジ1個ずつ。なんだっけ、あと持ってたの。保存4が1個あるから、1シノと保存4と混乱巻きか。混乱売るか。とあと腕輪にしよう。最悪ここら辺は売っちゃっていいかなというやつだな。で、ボロツル橋も入れちゃおうか。こんなもんかね。
し。じゃあちょっと、一旦ここら辺で終了して、裏で合成ごちゃごちゃとやってみましょうと思います。そしたらご視聴ありがとうございました。次、頑張って祈りの、洞窟やってみようかなと思いますので、また見てくださると嬉しいです。お願いいたします。では、失礼します。